はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブルーアーカイブ始めていきましょう。今回はなんか渚を2回も引いてしまった。渚ガチャとですね、時ガチャで、渚ガチャへ最初引いて、で、時ガチャへ、なぜか渚が出てきて、今35位になってます。これって、あ、スケジュールでも上げることできるんだ。あと、まあ、趣味お文字ですよね。熟達症少々でも。これはちょっとあんまりお得じゃないから、スケジュールを着実にこなしていくってことが大事かもね。さて、今回は、ということで、他、この野々見の水着バージョンも手に入れました。野々見の水着バージョンとマリナですね。レッドウィンターのマリーナで、水着ののみってなんだ、アタッカーなのか。マリーナも星3なんで、みんな星3ですね。まあ、ということで、レベル60にもなり、結構充実してきた。まあ、時も引きたいよな。じゃあ、メインストーリー行きましょう。前回の続きです。カルバーののうさぎ編です。ラビット招待指導の後編でいいのかな。あ、そうだそうだ、こういう時辛いですね、屋外は。見に行こう。うわ、すごい雨。みゆ。水したい、やばい。怒ってる。みやこだ。土砂が詰まるとやばいんだな。手は離したな。手で支えてんのか？なんだろう。やばい。え？うわー、やばすぎ。あー、弾薬がやばいっす。お、みやこ。
辛い。こう。風邪ひいちゃったんだな。そうなんや。しないだろうな。まあだろうな。あ、カヤだ。怪しいな、カヤ。だろうな。
怖い。お、カンナ。なんだろう。コウサギタウンって何？だろうな。なんで？掘り出したいのか。え、なになになに？怪しすぎる。人脈ない。誰？いないさ。え、なんでなんで。モブなのかこれ。嘘だろ。かわいすぎるだろ。ヘイロも結構複雑だな。あ、知らんかったんや。地下鉄。あ、カイザーか、ここで。またかよ。またカイザー。え、なんで？
脅し？分からん。夢を見ている。なんだろう、優しい。え、何？へえ、先輩か。誰？保険？ふつふつ効果。うん、健康そう。あ、かい、またカイザお。
若干そうなんだ。誰だ？確実は敗北。誰？こう炸裂焼夷弾。そこを打ち破るのか。え、なんだって。叩いてよ。お、バルキューレ。
カナダ。カイザディベート？
クローバー作戦。誰だ？何それ？
こらえた。開けたんか。コマトルだ。作戦開始。援護射撃お願いします。無意味な抵抗です。ポジション変更します。ラビット2降下準備完了。おお。援護します。いいよ。ポジション変更します。これ到着を確認。すぐに侵入します。無意味な抵
撃お願いします。火力支援を始める。サボ戦これは痛いぞ。火力支援を始める。ポジションを変更します。皆さん下がってください。すごい、やりました。やりました。お、かっこいい。ん？ 吹雪。하죠.
時の何だ？なんだろう、どの時間、お、うん、うわ、
うん、その奥地どこ？今度は？はい。正体、きついだ。
対処終了。あ、これ4章のファイナルの4章クリアしないとダメか。お、これは。衣装どんどんクリアできるチャンスあるんだ。先生、今日も良い一日を。先生、何でも私にお任せください。その、ぜひこっちを、あっさりと終えられましたね。なんだ。募集しておこうか、トキの方。ダメだ。昇格もなし。本の中の物語のように、私たちの物語。いかんな。なるほど、そんな方法が。
いい勉強になりました。はい、ということで、カルバンフ1章終わりです。次はエデン条約編第4章かな。うん、よし、今日もいい天気ですね。こちらやっていこうと思います。こちら結構長いストーリーになっていこうと思うので、3つに分けられるかもしれないですね。その前にこの桃トーク、こちらやっていこうと思います。ここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。アカウントのフォロー、旧ツイッター X のアカウントフォローぜひお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。